こんにちは、こんばんは、赤尾です。本日は、恐怖ランク A まとめ26、お送りいたします。では、早速。どうぞ。今、高校3年です。小学校6年と去年のお盆の話をします。自分の父親は次男で東京に出てるんですが、毎年お盆には田舎の実家に里帰りをします。母親と、自分や弟もついていくんですが、年によって一泊の時も、五泊くらいしてくる時もありました。小6の時はじいちゃん、ばあちゃんがいたんですが、2年後にばあちゃんが亡くなって今はじいちゃんだけです。ばあちゃんの葬式にはもちろん行きましたよ。小6のお盆ですね。この時自分は死んだと思うんです。いや、死ぬような怪我や病気ってことじゃなくて、実際に死んだんです。その年は、8月の11日には田舎に着いて、16日に帰る予定でした。父親は公務員で、夏休みの他に年次休暇も取ったみたいで、ゆっくりできる年だったんです。着いた翌日から、捕虫網を買ってもらって虫取りに行きました。弟はまだ赤ちゃんでしたから、自分一人でです。それまでも毎年行ってたんで、裏の畑から渓流、浅い林くらいは場所がわかってました。カブトムシがいる木が林の中にあって、昼でも何匹かは捕まるんです。その林に行くには、渓流を渡っていかなくちゃならないんですが、渓流といっても小川みたいなもんです。幅は結構ありましたが、深さは膝下までで流れも緩やかでした。だから家族も子供一人で外に出してくれたんだと思います。その渓流を渡り林に入り、前にカブトを取った木を思い出して、何本か回ってみたんですが一匹もいませんでした。それだけじゃなくて、いつもならうるさいほどに鳴いているセミも、オニヤンマ一匹、蝶一匹も見つかりませんでした。林の中を歩き回って探したんですが成果はなく、つまらなくなったし、静かで寂しくて、なんだか怖くなってきたんです。それで帰ろうとしました。時間は午後3時過ぎくらいじゃなかったかと思います。とぼとぼ歩いてると、急に日が陰って暗くなりました。背後の林の中も黒くなって、何かがそこから追いかけてくるような気がしたんです。それで走りました。渓流を渡るときは、流れから出てる石を5つ6つ踏んでいくんですが、川の真ん中辺で、苔に足がつるっと滑りました。ガーンと強い衝撃があって、漫画みたいですが目から火花が散った感覚がありました。右の側頭部を打ったんだと思います。しばらく片手で頭を押さえて、半ば水に入った状態でうつ伏せになってました。そのうち少しずつ痛みが引いてきたんで、石の上に立ち上がると、その石のすぐ横の水に自分が倒れてたんですよ。唖然としました。半ズボンも同じでしたし、着ていた薄緑の T シャツも同じ。ただ虫かごは自分が肩に下げていて、捕虫網は一つだけ流れに落ちてました。つまり、服と体だけ自分が二つになってるわけです。そのうつ伏せに倒れている自分の頭のあたりの水が赤く渦巻いていて、出血してると思いました。わけがわからず、走って逃げ帰りたかったんですが、これをこのままにしておいてはいけないという気がしました。それで、体の下に手を入れて、水の中でもう一人の自分をひっくり返してみました。顔が見えました。鏡で見る通りの自分の顔でしたが、固く両目をつむっていました。頭の横が切れているらしく、血がごわっと浮かび上がって流れていきました。鼻と口に手を当ててみましたが、息をしてると感じませんでした。胸に手を当てても、心臓も動いていないと思ったんです。これを、このままにしててはいけない、という考えがさらに強く湧き上がってきました。人に見られるとすごくまずいことになる、そんな気がしたんで両足を持って引きずりました。重かったですよ。引っ張るたびもう一人の自分の頭が石に当たって、ガツンガツンという振動が手に伝わってきました。なんとか川から上げて5、6メートル引きずると、くぼみが続いてて中に足が生えてるとこがあり、そこにもう一人の自分。自分の死体を投げ込んだんです。死体は草に隠れて見えなくなりました。それが目の前から消えたんでほっとしました。なぜだか、ずっと見ててはいけないものだという気がしたんですね。この間、15分は経ってなかったと思います。何かに操られているような行動でした。網を拾って、かなり濡れた状態で実家に戻りました。家族や祖父母には川で転んだと言いました。
か、あのもう一人の自分のことは口に出しませんでした。その頃には、自分の死体を見たことや、足の中に投げ込んだことが遠い夢のような記憶になってました。それに自分が生きてここにいるんだから、信じてもらえないだろうとも思ったんです。川で石に打った頭のところはまだズキズキ痛くて、それには現実感がありました。ただ血は全く出ておらず、少しコブになってたくらいでした。次の朝早く渓流に行ってみたんです。もう一度確かめようと思って、死体を投げ込んだはずの足の中を探してみたんですが、どこにもありませんでした。消えてしまってたんですね。すごく安心しました。ああやっぱり、昨日見たのは夢みたいなもんだったって。多分頭を強く打ったショックで、一時的に気が変になっちゃったんだろうと思ったんです。翌日からは、お盆に入って虫取りはできなくなりました。だんだんと親戚が集まってきて、花火をしたり墓参りをしたりしました。そんなこんなで、帰る頃には渓流での出来事は気にならなくなっていました。その後もほぼ毎年、両親と弟とで実家には行きました。渓流までは10分もかからなかったんで、虫取りはやめましたが、毎年一人で見に行ったんですよ。もちろん何もなかったです。そしてばあちゃんが亡くなって、高校に入学した年、渓流のあたりの野原が開発にかかって、林は切られ、川は護岸され、道路が通って家が立ち並ぶ予定だということを聞きました。翌年、高2の去年のお盆です。じいちゃんは、一年で随分年を取った印象になっていました。送り盆が終わって次の日帰るという夜、じいちゃんが自分を裏の小屋に誘いました。どういう用事かわからなかったけどついて行ったんです。それまで入ったことがなかったんですが、小屋は2階建ての木造で結構広く、じいちゃんは何も言わずに裸電球をつけ、階段を登っていきました。自分も後をついていきましたが、2階は屋根裏のように狭く、その4分の1を占めるほどの大きな両開きの衣装ダンスがありました。じいちゃんは、近づこうとする自分を手で制してその鍵も開け、おもむろに扉を開きました。薄暗い光でしたが、はっきり見たんです。固く目を閉じ眉間にシワが寄った子供の顔。薄緑の T シャツに半ズボン。小6の時の自分が、そのままの姿でわら束に囲まれるようにして立たせられていました。肌は青白いものの、腐っている様子はなく嫌な匂いもしませんでした。額から側頭部にかけて、白くパックリと口を開けた大きな傷跡がありました。じいちゃんは、忘れてないだろう。あの日に死んだお前だよ。翌朝早く拾ってきたんだ。今はこうだけど、時々口を聞くんだよ。変わりたい、早く変わりたいって。じいちゃんもそろそろ体が弱ってきてな、いつまで抑えておけるかわからん。だから今夜お前に見せた。こんな風に言ったんです。その日は、朝から雨を含んだ重たい雪が降っていてすごく寒かった。俺は、夕方17時から居酒屋で働いていた。居酒屋って言っても、チェーンとかの有名な感じじゃなくて、個人でやってる小さな居酒屋なんだ。でも、駅前の大通りから一つ入った路地に位置するにもかかわらず、結構人気はあって週末なんかはかなり忙しかった。それで、時刻は21時を過ぎた頃かな。給料日前の金曜日なんだが、店内にはリーマン一人とガテン系のおっさん二人組の計二組だけ。カウンター内には、俺と店主の奥さんがいて、店内には全員合わせて6人いた。店主がさすがに困った顔して、今日はこの二組のお客さんだけで、店を閉めると耳打ちしてきた。俺は、玄関が見えるカウンター側で野菜を仕込んでいたから、店前の人通りが多いか少ないかなんとなくわかる。と言っても、膝上くらいまで垂れ下がったのれん越しで足しか見えないけど、人通りは結構多かった。スーツのズボンや高いヒールを履いた細い足が、右から左へ左から右へと横切ってるんだ。人通りは、あるんだけどな。みんな不景気だから金使わないのか。なんて、いろいろ考えてたら店主が二組のお客さんに、のれんを店内に入れて店じまいしますがごゆっくりどうぞって案内してた。それからうなずいて合図を送ってきたから、俺もうなずいてカウンターから出て玄関に向かった。ガラガラって音を立てて、木が格子状に組んであるガラス戸を開けると冷たい風が店内に入ってきた。寒い。
暖かい店内と違って外はすごく寒く、俺は急いでのれんを店内に入れて、内側ののれんが毛に引っ掛けて、ガラス戸を閉めようとした時だった。ちょっと、俺くん。外に人が立ってるわよ。店主の奥さんに言われてのれんの下に目をやると、そこにはこっちに向かって両足をぴったりくっつけた足があった。まあ、簡単に言えば、のれんを挟んで俺とそいつが向き合ってる感じ。のれんをめくれば目の前におそらく、気をつけをした姿勢で立ってる何かがいると予想できた。ガラス戸開けたままで冷たい風のせいかもしれないが、俺の背中に寒気が走った。だってその足、裸足なんだよ。しかも、灰色のような紫色のような色してて骨と皮だけしかないんじゃないかってくらい細かった。一番印象に残ってんのは、左足に赤と白を組み合わせたミサンガをしていたこと。とにかく、おかいたとかコアバナとかよく見てたから、目の前のそいつはヤバいと思って固まった。もう、ほんと身動きとかできない。そしたら、背後から店主の声がした。おい、俺くん。どうした、寒いから早く戸を閉めないか。多分、戸と店主の間に俺が立ってる形になったから、店主には見えなかったんだろうな。その異様な足が。いやいやいや、助けてくれ。叫びたかったけど、声も出ないのよほんと。もう意味わからん恐怖で泣きそうになってきた時、背後からいかつい声が響いた。おい兄ちゃん、のれん開けんな。ビクッとしたと同時に、体が動いた。今思えば、マジであの時のドスの効いたような声は、天使の声と言っても過言じゃないと思うわ。とにかく動けた瞬間に、救いを求めて振り向いたら、カウンター席で立ち上がりこちらを睨むが典型のおっさんがいた。店主をはじめ、みんなでそのおっさんを見てた。一緒に飲んでたもう一人のおっさんも、ポカンとした顔で見上げてた。何もすんじゃねえぞ。くそ。まさかこんなところで見るとはな。おっさんはため息混じりでつぶやきながら店主の方を向いた。親父、悪いが酒の入った一升瓶と、塩をもらえねえか？熊みたいな濃い顔で、威圧的に店主に話した。実はこの人、日は短いけど常連なんだ。でも、初めてこんな威圧的な話し方で話すのを聞いた。そんなおっさんの後ろで、リーマンが会計済まして、こちらに向かってきた。ちょっと待て。今、出たらダメなんだよ。30代ぐらいのリーマンは、携帯を耳に当てながら話してて、注意するおっさんをガン無視。ちょうど、店主が塩と酒瓶を持ってきた。でも、おっさんは塩と酒瓶を受け取る前に、リーマンが店外へ出ないように肩を掴んで必死に説得してた。おい、ほんとダメなんだよ。お前、あの足見えないだろうけど、連れて行かれちまうぞ。しかしリーマンは電話口に手を当てて、おっさんに向かって叫んだ。なんなんだ、あんたたちは。どうせドッキリか何かの番組だろう。こっちは今、会社から至急の用事で呼ばれてんだよ。付き合ってられるか。そういうことらしい。リーマンはおっさんを突き飛ばした。今、書いてて思ったが、よくあの細い体でガタイのいいおっさんを突き飛ばせたなって思った。多分、すでにリーマンは手遅れだったのかもしれないな。リーマンは、俺の横を通り過ぎた。俺も思わずその姿を追い、自然と背後の玄関の方に目をやった。え？確かに見た。あの細い足が増えてるんだよ。二人分って言えばいいのかな、あの紫色っぽい足に赤白のミサンガして、立ってる。つまり、外にわけわかんないそいつが三人に増えてるってことだ。それで、リーマンにはその足が見えてなかったのかな。今となってはわからないが、リーマンはのれんをめくって外に出た。出るとき、確かに舌打ちが聞こえて、そしてリーマンの変な声がした。あ、は、生、ま、あるえべー。ほんと、こんな感じ。暗闇にリーマンが消えた。そして、あの足も消えた。普通、店の明かりで店の前は多少なりとも明るいはずなんだけどな。そしたら、おっさんが塩と酒瓶持って玄関に来た。早かったわ、手慣れた感じで口に酒を含んで、のれんと玄関に吹きかけた。そして、塩で玄関の両脇に盛り塩を作って、玄関の外にも一握り払った。それで、のれんめくって外に出た。俺と店主も一緒に出たんだが、外には誰もいなかった。今更だが、うちの居酒屋は京都の長屋みたいに店が立ち並んでて、通れるのは店の前の細い路地のみ。店、路地、川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 。こんな感じで、
外の人が5分くらい歩いて大通りか、もう一方の通りに出ないと見えなくならない。それなのに、30秒も経たないうちに、リーマンは消えていた。両隣の店か、川に入れば見えなくなるだろうけど、そんな様子もない。本当に、外に出た瞬間に消えた。そういうことになる。店主も俺もポカーンなんだが、おっさんだけは震えながらため息ばかり吐いてた。ああ、くそ、くそ。ずっとつぶやくおっさんに、店主が声をかけた。〇〇さん、一体どういうことなんで？あのサラリーマンのお客さんはどこに消えたんでしょうか？警察とか連絡した方が？そしたら、おっさんは大きなため息吐いてから答えた。一応、警察に連絡した方がいいが、無駄だ。あやあ、この世のもんじゃねえんだ。行方不明で終わっちまう。多分、会社か家族から連絡が行ってそのうち警察が来るだろうし。と付け加えた。一体、なんだかわからずビクビクしてる俺に気づいたおっさんが声をかけてくれた。兄ちゃんはよく見なかったな。怖い思いをさせてすまん。俺もまさか関東で見るとは思わんかったから焦っちまった。どうやらおっさんの話をまとめると以下のようだ。おっさんは奈良出身なんだが、昔小さい頃に似たようなことが2件続いたらしい。そん時、近所のおじいさんが酒と塩の対処法をとって、近所の人は助かったんだがおっさんの友達は消えたらしい。そいつはやはり、最初足だけ見える。例えば、顔を下から上へ上げようとした時に足が見えたり、今回みたいにのれんのような垂れ幕の下に見えると。膝上を見たらダメのようで、おっさん曰く神隠しの類だという。最後に、おっさんが俺に言った一言のせいで、最近シャワーしか浴びてない。よく風呂場で頭を洗ってて、目を開ける前に寒気がして、何かやばいと感じたことがあるかもしれない。大体が気のせいとか思い込みだと思うが、薄目を開けて足が見えたら絶対に上半身を見ないように、ということだ。特に、赤白のミサンガをした紫色の細い足なら、なおさら。地元のキチガイの話。俺が小学生だった頃、地元に有名なキチガイババアがいた。あだ名はお守りババア。お守りババアは、俺が通っていた小学校の正門前に、夕方頃になるといつも立っていた。お守りババアは一年中厚手のコートを着ていて、同じくいつも被っているフェルトの帽子には、たくさんの小さなぬいぐるみが縫い付けてあった。コートも帽子も原色まんまの赤一色で、教室から校門を見ただけで、一目でお守りババアがいることがわかった。お守りババアはいつも、両手を体の脇にピタリとつけた気をつけの姿勢で、その姿勢を崩すことは決してなかった。いつから入浴をしていないのか、お守りババアの周りにはいつも、アンモニア臭がきつく漂っていた。そんなお守りババアが、お守りババアと言われるゆえんは、お守り作ったけ、もらってくんの。と通りかかった小学生に声をかけてくることからだった。高学年や親にお守りババアのことを話しても、いいから気にしないで無視して関わるな、と誰もが言われていた。単純に不気味だったからということもあったが、そのせいでほとんどの子がお守りババアを無視して日々を過ごしていた。そんなある日、俺の学年に転校生が来た。そいつは初日から鼻息が荒く、いじっぱりで向こう見ずなやつだった。今思えば、転校生だからと舐められたくなかったのだと思うが、そいつはいろんなことにすぐ張り合ってくるやつだった。なあ、夕方に校門前にいるおばさんなんなの？そいつが転校してきて何日か過ぎた後、俺のグループが昼休みに校庭で遊んでいると、突然転校生が俺のグループに声をかけてきた。どちらかというとおとなしい子が多かった俺の学年の中で、俺のグループはやややんちゃなやつが集まり、良くも悪くも、学年の話題の中心に俺たちのグループはいた。今思えば、友達がまだできていなかった転校生は、俺たちのグループと仲良くなれば、早く学年に馴染めると思ったのだろう。俺たちは突然の乱入者に戸惑いながらも、お守りババアのことを転校生に教えた。はじめは真面目な顔をしていた転校生だったが、俺たちが腫れ物を触るようにお守りババアのことを話す様子を見てか、徐々に俺たちのグループに噛みつき始めた。臆病だな。俺はそんなババア怖くもなんともないよ。
こちらを蔑むように言う転校生にだんだん腹が立ってきた俺たちは、じゃあ、とお守りババアからお守りをもらってきたら、俺たちのグループに入れてやると意地の悪いことを転校生に言った。はじめは何の感の言って断ろうとする転校生を、俺たちも悪乗りし始めて、もらってこなかったら、お前が実は臆病な奴だと言いふらすと言ってしまった。そうしてその日の放課後、転校生は後ろから林立てる俺たちに追われるようにして、お守りババアに近づいていった。お守りババアはその日も校門から出てくる子供たちに、お守り作ったけ、もらってくんの。と何度も何度も同じ調子で繰り返していた。転校生は時折泣き出しそうな顔でこちらを振り向いていたが、腕組みをしてニヤニヤと笑いながら見ている俺たちの様子を見て、覚悟を決めたのか、早足でお守りババアの前に進んでいった。お守りください。上ずった声で、怒鳴るようにお守りババアに声をかけた転校生の方を、お守りババアはゆっくりと向いた。手作りだっけ、大切にしてくんの。そう言うと、お守りババアは帽子を手に取り、その中からフェルトで塗った赤いお守りを取り出して、転校生の前に突き出した。転校生は何度か躊躇した後、奪い取るようにお守りを受け取ると、俺たちの方に駆け寄ってきた。汗を浮かべて、青ざめた顔の転校生に俺たちは何も言えず、ただ呆然と転校生の顔を見つめていた。ありがとな。大切にしてくんの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 。呆然としている俺たちの前で、突然お守りババアが同じセリフを大声で繰り返し始めた。俺たちは突然ものすごく怖くなり、叫びながら裏門に向かって全速力で走って、その場を後にした。裏門のある校舎裏に逃げ込んだ俺たちは、息を切らしたまま、汗だくで引きつったお互いの顔をじっと見つめていた。しばらくして恐怖感が薄れると、思わず吹き出してしまい、俺たちは腹を抱えて笑い合った。そこには当然、その日の主役の転校生も混じっていた。なあ、お守り開けてみようぜ。誰が言い出したのか覚えていないが、逃げ出すほどの恐怖感を味わった反動なのか、逆に妙な興奮状態になっていた俺たちは、転校生の手に握られたお守りを囲うように身を寄せ合うと、ニヤニヤしながらお守りの紐を緩めて中身を取り出した。お守りの中身は、一枚の紙が入っていた。この子が早く死んで、稽古とあの世で遊んでくれますように。稽古が好きなこと。1、折り紙。2、一輪車。3、縄跳び。稽古が好きだった赤色になるように、血まみれでこの子が死にますように。さっきまでの興奮状態はすぐに引き、逆に鳥肌が全身に立った。その紙を取り出した転校生はブルブル震え出し、紙を凝視したままボロボロ涙をこぼし始めた。俺たちはそんな転校生の様子を見ても何も言えず、ただ同じように紙を凝視していた。すると突然、転校生が誰かに強く髪を引っ張られ、校舎裏の地面に引きずり倒された。振り向くと、そこに鬼のような形相をしたお守りババアが、転校生の髪を掴んで俺たちの後ろに立っていた。大切にしてくんの。大切にしてくんの。大切にしてくんの。お守りババアは転校生の髪を掴んだまま腕を振り回し、転校生は恐怖で口から泡を吹きながら、髪を掴んでいるお守りババアの手にしがみついていた。パニックになった俺たちは、何度もごめんなさい、と叫びながら、転校生を振り回すお守りババアを止めようと、アンモニア臭がきついお守りババアの体に泣きながらしがみついた。やがて騒ぎを聞きつけた先生たちが駆けつけ、お守りババアは先生たちに取り押さえられた後、警察に引き渡されていった。事情を聞くために警察署に行った俺たちは、しゃくり上げるほど泣きながら、その日の出来事を警察官に隠さず喋った。俺たちを迎えに来た母親たちは、俺たちが無事であることにほっとすると、何度も平手で頭を叩いてきた。だから関わるなって言ったでしょうが。涙を流しながら頭を叩いてくる母親を見て、俺たちは調子に乗って転校生を焚きつけたことを後悔した。その日の夜、帰宅した父親に俺は、コブができるほどきつく原骨を喰らい、この事件のこともお守りババアのことも、二度と口にしないようきつく約束させられた。翌朝会ったグループの友人たちも、コブができていたり青タンを作っていたりしており、みんな一言も昨日の事件について話そうとしなかったので、どこの家も同じような状況だったのだろう。
そしてその日以来、転校生は学校に来なくなった。事件から一週間ほど過ぎた後、俺たちは担任の先生に呼び出され、転校生をいじめただろうと問い詰められた。俺たちは否定したが、その日、転校生の親が学校に乗り込み、転校生がいじめが原因でおかしくなってしまったと騒ぎ立てたらしい。そうして俺たちの親は学校に呼び出され、当事者の親たち同士の話し合いの末、結構な額の慰謝料を転校生の親に俺たちの親は支払った。慰謝料が支払われると、転校生は再び転校していった。お守りババアも、その後二度と校門の前に現れることはなかった。結局、名前すら覚えてあげられないまま転校した彼がどうなったのかも、お守りババアがなぜあんなものを配ろうとしていたのかも、俺は今も知る由もない。そんなアンモニア臭い人間がいたら、初めから通報されてるだろ。職員が怠慢すぎる。なんでその怪しいババアが先に大人が止めないんだよ。って書こうと思ったらすでに書かれてた。設定に無理がある。やり直し。ふと思ったんだけど、ババア含めた家族ぐるみの詐欺とかだったら怖いな。ハイジ。アルプスの少女ハイジン。結局お前ら、どんな話が読みたいんだよ。親戚のおばさんから聞いた話です。おばさんの近所に中学3年生になる Y 君が住んでいた。最寄り駅から数駅先にある私立の中学校に通っていたため、駅まで自転車に乗り、自転車は駅に直結している地下駐輪場に停めていたそうだ。地下駐輪場の出入り口は3カ所。細長いスロープが2カ所にエレベーターが1基設置してある。A から S までのエリアに区分けされた駐輪スペースには、2段式の駐輪機がずらりと並んでいる。空調管理もきちんとされており、夏場でもひんやりと涼しい。利用料金は月決めで2000円程度とリーズナブルで、通勤通学の時間帯は学生とサラリーマンで非常に混雑する。Y 君はいつものようにスロープを下り、地下駐輪場に向かう。おはようございます。上下グレーのつなぎを着て帽子をかぶった老人の元気な声が響く。地下駐輪場内には常時5人の老人が常駐している。月決めエリアの担当者が2人、一時利用エリアの担当者が1人、新規契約や更新窓口のある事務所に2人の計5人。いずれの老人も利用者に対しては必ず、おはようございますとお帰りなさいの挨拶は欠かさない。Y 君も老人に対して返事をするのが日課になっていた。その日の夕方、部活で疲れ切った Y 君はいつものように地下駐輪場に向かう。あれ、おかしいな。いつもなら老人のお帰りなさいが聞こえてくるはずなのだが、地下駐輪場は静まり返っていた。利用者も老人もいるのに、挨拶の声が聞こえてこない。地下駐輪場を使い始めて3年目になるが、こんなことは今までになかった。考えても仕方ないと思った Y 君は自転車を取りに向かう。Y 君の月決め駐輪スペースの番号は K37 で、2段式の駐輪機上段に駐輪している。上段のレールをスライドさせ、自転車を通路に置き、バッグを自転車カゴに入れ、自転車の鍵を探す。うん？ない？毎朝、自転車の鍵はバッグの側面にあるポケットに入れているのだが、入っていない。バッグをひっくり返して中身をすべて出してみたが、それでも見つからなかった。仕方なく歩いて帰ろうとした時、ふと視界に人影が入った。Y 君のいる場所から2本奥の通路、背中を向けているため、顔はわからないが、上下グレーのつなぎを着た男が立っていた。服装から判断するとここで働く老人の一人に違いなかった。ただ、一箇所おかしな点に気づいた。首長族のように首が異様に長い。正面から見てみたい衝動に駆られた Y 君は、その場でじっと老人が振り向かないかと待ち続けたが、いくら待っても動く気配がない。こんばんは。何度も呼びかけてみたが返事はない。おい、聞こえてるんだろ？痺れを切らした Y 君は老人のいる通路に向かった。しかし、日本奥の通路に入った時、すでに老人の姿はなかった。きっと部活の疲れで幻覚でも見たんだろう。そう思うことにして歩きで家に帰った。翌日の夕方、自転車のスペアキーを手に、Y 君は置きっぱなしになっている自転車を取りに地下駐輪場に向かった。Y 君は自転車の置かれている K37 の前で立ち尽くした。自転車がない。
二段式の駐輪機のレールには、針金で巻きつけるタイプのステッカーが貼られていた。登録更新手続きがされなかったため、仮保管として一時利用エリアに移動しました。毎年4月に年契約で更新していたので、登録更新されていないはずがない。Y 君は一時利用エリアに向かい、自転車を探した。しかし、一時利用エリアにも Y 君の自転車は見当たらなかった。どうかしましたか？ Y 君が慌ただしく自転車を探しているのに気がついた駐輪場の老人が話しかけてきた。事情を説明すると、事務所の老人を呼んできてくれた。K37 の自転車は確か、あったあった。管理台帳を見ながら事務所の老人が指差した先には、サビだらけでボロボロのママチャリが置いてあった。Y 君の自転車ではなかった。はい、これ。差しっぱなしだったから預かっておいたよ。事務所の老人が自転車の鍵を手渡してきたが、もちろん Y 君の自転車の鍵ではない。すみません。これ俺の自転車じゃないんですけど。え、でもこの自転車の登録シールは K37 だから、間違いないはずだよ。ボロボロのママチャリには確かに K37 の登録シールが貼られていた。普通ならここで自分の自転車ではないことを訴えるべきだったが、もしかしたら誰かのいたずらで、家に帰ったら自分の自転車があるかもしれない。そう思った Y 君は受け取った鍵をボロボロのママチャリに差し込み、足早に地下駐輪場の出入り口に向かった。出入り口に差し掛かった時、ふとカーブミラーに目が行った。自転車を押す Y 君の背後にぴったりと、上下グレーのつなぎを着た男が背中を向けて立っている。驚いた Y 君は勢いよく背後を振り返った。しかし、誰もいなかった。再びカーブミラーを見てみるも、映っているのは Y 君とボロボロのママチャリだけだった。Y 君はその時、気がついた。つなぎを着た男の首が、昨日よりもさらに伸びていた。帰宅後、自宅アパートの駐輪場に止められた自転車を一つ一つ見てみるも、Y 君の自転車はなかった。母親に自転車について聞いてみたが、なんでそんな他人のオンボロ自転車に乗って帰ってくるのよ。ちゃんと自分の自転車見つけてきなさい。と、散々怒られただけで全く何も解決しなかった。つなぎの男の話もしようかと一瞬考えたが、母親はそういうのは一切信じていないため、話すだけ無駄だと思った Y 君はそれ以上何も言わなかった。部活で疲れていた Y 君は、明日の朝起きてからどうするか考えることにした。いつもより早く布団に入ったが、カーブミラーに映ったつなぎの男の姿が頭から離れず、なかなか寝つけなかった。翌朝、学校も休みで部活もなかったため、身支度を終えた Y 君はボロボロなママチャリを調べてみることにした。ママチャリは前後にカゴがついており、前後両方とも真っ黒なカゴカバーが取り付けられていた。昨日はバッグをカゴカバーの上に乗せる形で帰宅したのだが、カゴカバーが相当汚れており、Y 君のバッグには赤ちゃけたサビのような赤がびっしりとこびりついていた。マスクと軍手をはめた Y 君は恐る恐る前のカゴカバーを開けてみた。中にはおそらく雨で濡れてボロボロになったであろう、スーパーのチラシが数枚入っていただけだった。後ろのカゴカバーも開けてみたが、何も入っていなかった。Y 君はぐるりとボロボロなママチャリの周りを一周してみた。あれ？昨日は気がつかなかったが K37 の登録シールの後ろに、別のシールがほんの少しだけはみ出していた。Y 君は登録シールを剥がした。登録シールの裏には、社08と書かれた真っ赤なシールが貼られていた。月決めの登録シールは銀色だったため、真っ赤なシールは見たことがなかった。Y 君は最後に前後のカゴカバーを取り外して逆さまにして振ってみた。前のカゴカバーから金属音がした。カゴカバーの外側に小さなポケットがついており、中には小銭と鍵が入っていた。鍵はよく見かけるタイプだったため、家の鍵であることは容易に想像できた。面白くなってきた Y 君は、親友の A 君を誘い、一緒に地下駐輪場に向かった。休日の駐輪場は平日と違い、人もまばらだった。Y 君と A 君は真っ先に事務所に向かった。登録更新の手続きをしている女性がいたため、その後ろに並んだ。事務所内はいつも通り二人の老人が常駐している。一人は女性の手続きを担当し、もう一人はその隣で管理台帳を見ながら空きスペースを探していた。基
本的に女性と子供は、二段式駐輪機の上段に自転車を上げるのが困難であるという理由から、例外なく下段を割り当てられていた。後ろでそんな会話を聞きながら、ふと Y 君がまた違和感に気がついた。事務所内には常に二人の老人が常駐しているはずだった。しかし、今日はどうやら三人いるようだった。事務所の奥にグレーのつなぎのお客部分がちらりと見えた。気になった Y 君は女性の右後ろに移動し、事務所の奥を見た。おい。ちょっと見てみろよ、あれ。うん、どうした?本棚がどうかした?Y 君の指差す方向を見た A 君は不思議そうな顔をする。A 君には見えていないことを知った Y 君は、自分にだけ見えている目の前の光景に驚愕した。事務所の奥にある本棚の前、上下グレーのつなぎを着た男が背中を向けて立っていた。また首が伸びているのではと Y 君は心のどこかで思っていたが、予想は大きく外れた。つなぎ男の首は背中側にだらりと垂れ下がり、垂れ下がった首の先にあるべきはずの頭がなかった。頭のないつなぎ男は両腕を組むようなポーズのまま、立ち尽くしていた。どうされました?受付の老人の声に Y 君は驚き、不意に現実に引き戻されたかのような錯覚に陥った。目の前に並んでいた女性はすでに登録を終えて立ち去っていた。すみません。昨日お世話になった Y と申します。Y 君はボロボロのママチャリが自分のものではないことを訴え、社08の真っ赤なシールについて尋ねてみた。ああ、それは駐輪場の職員用登録シールですよ。受付の老人に案内され、事務所の隣にある駐輪スペースを見せてもらうと、そこには真っ赤なシールが貼られた自転車が駐輪されていた。ほとんどの職員が自転車で通勤してましてね。社08は誰だったかな?ちょっと待っててくださいね。T さん、受付までちょっと来てもらえますか?受付の老人は場内アナウンスで月決めエリアの担当者を呼び出した。社08は半年前に辞めた F さんですよ。家もすぐ近くのマンションなので、私が後で自転車返しに行きますよ。すみません。俺の自転車が F さんの家にあるかもしれないので、一緒に行ってもいいですか?月決めエリア T さんのお昼休みに待ち合わせをし、F さんの家に向かうことになった。それじゃあ、また後で。そこまで言いかけて、Y 君は口を閉ざした。事務所の奥、背中を向けていたつなぎ男が正面を向いて立っていた。つなぎ男は両腕を組んでいたわけではなかった。両腕で自身の頭を抱えていた。抱えられた頭の口元は腕で隠れて見えなかったが、無表情な目元はじっと Y 君を見続けていた。その時、頭を抱えていた両腕がだらりと垂れ下がり、頭が落ちた。床に落ちた頭はまるで石を持っているかのようにゴロゴロと床を転がり、ピタリと止まった。再び、Y 君と目が合うとにやりと不気味に微笑んだ。それを見た Y 君は逃げるように地下駐輪場を後にした。正午、A 君は午後から別の用事があるらしく、Y 君は月決めエリアの T さんと二人で F さんのマンションに向かった。F さんの住むマンションは地下駐輪場から徒歩3分ほどの場所にあった。8階建ての6階角部屋が F さんの部屋だった。チャイムを鳴らすも返事はない。F さん、いるかい ?T さんが呼びかけるも返事はなかった。F さん留守みたいだね。自転車のことは聞いておいてあげるから、また何かわかったら連絡しますよ。Y 君はボロボロのママチャリをマンション敷地内の駐輪場に止めておいた。帰り道、T さんと別れた Y 君はポケットの中を探った。そして、再び F さんの住むマンションへ向かった。開いた。あの鍵はやはり F さんの部屋鍵だった。不法侵入だとは知りつつも、Y 君はどうしても F さんに会わなければならない気がしていた。ドアを開けた瞬間、あまりの異臭に鼻がよじれそうになった。もうこの時点で最悪の展開しか予想できなかった。玄関の壁にあるスイッチを押すも何の反応もない。電気は止められていた。部屋の間取りは 1LDK だろうか。玄関の先にリビングがあり、その隣に和室があった。リビングのカーテンを開けると、日の光が室内を照らし出す。リビングは荒れた様子もなく、とても綺麗に片付けられており、異臭の原因になるものはなかった。Y 君はリビングに隣接した襖をゆっくりと開けた。襖を開けた途端、無数のハエが襖の隙間から Y 君をめがけて飛んできた。
ハエを振り払いつつ、Y 君は一気に襖を開け放った。視界の先、天井からはだらりと一本のロープが垂れ下がり、先端には輪っかが作られていた。床に目を落とすと、ドス黒く変色した畳の上に異臭の原因を見つけた。頭のない遺体が横たわっていた。首吊り自殺で長時間吊るされ続けた結果、体の重さに耐えきれずに首の骨が折れ、骨なしで体を支え続けた首の皮は異様なまでに伸びきっていた。そして最後には腐敗して伸びきった首の皮が引きちぎれ、頭と体は分断され、天井のロープから解放された。あまりの光景と異臭に Y 君は気絶しそうになったが、Y 君は遺体の手元に目が止まった。え？なんで？握りしめられた右手から某キャラクターのストラップが見えた。Y 君が自転車の鍵につけていたストラップと全く同じだった。手のひらの中に自転車の鍵が入っていると確信したが、取り返す気にはなれなかった。うわ、臭い。F さん、大丈夫ですか？開けっぱなしになっていた F さんの部屋に異変を感じ、マンション住人が F さんの部屋に入ってきた。F さんの遺体を目の当たりにしたマンション住人はすぐさま警察に連絡した。結局、マンション敷地内で Y 君の自転車は見つからなかった。数週間後。さっき、地下駐輪場から電話があって、Y の自転車見つかったってよ。学校から帰宅した Y 君に母親がそう伝えると。え、本当に？それじゃちょっと自転車取ってくるよ。スペアキーどこだっけ？ほら。そんなことだろうと思って、部屋から持ってきておいたよ。ありがとう。それじゃあ、ちょっと行ってくるよ。スペアキーを受け取った Y 君は、再び駅前の地下駐輪場に向かった。この会話が母親と Y 君の最後のやり取りとなった。Y 君は家を出た1時間後、交通事故で亡くなった。トラックに跳ねられ、全身を強く打ち、後続車両に数十メートル引きずり回され、母親が再び再会した頃には原形をとどめていなかった。文字通り、肉の塊と化した Y 君は即死だった。Y 君の自転車のブレーキワイヤーが切断されており、ブレーキが効かなかったのが原因とみられている。事情聴取の際、Y 君の母親は数週間前に自転車がなくなった時のことから、地下駐輪場から自転車が見つかったと電話がかかってきた時のことまで、思い出せる限り詳細を伝えた。それを聞いた警官は不思議そうな顔をした。すみません。事故当日のことをもう一度確認させていただけますか？はい。地下駐輪場の F さんという方から。Y 君の自転車が見つかりましたので、お時間ある時に取りに来てください。延滞料金はサービスしておきます。と電話がありました。それで Y に自転車を取りに行かせたら、こんな。母親は両手で顔を覆い、おえつの声を響かせた。警官は地下駐輪場に勤務する職員全員から事情聴取済みだったが、誰一人として Y 君を知る人物はおらず、誰も Y 君の母親に電話もかけていなかった。母親と F さんの通話記録を確認したところ、発信元は地下駐輪場ではなかった。F さんの住んでいたマンションの部屋からだった。Y 君の死後、A 君が地下駐輪場に行った際、見たことのない職員に話しかけられたそうだ。君も見えてるのかな？その職員は笑顔で A 君の自転車をじっと見つめ続けていたそうだ。A 君はそれ以来、その地下駐輪場を使わなくなり、自転車にも乗らなくなった。周囲には Y 君と同じ目には会いたくないと漏らしていたらしい。どうか、自転車に乗る前はブレーキ確認を怠らないでください。次に狙われるのはあなたかもしれません。死んでしまえ。いつからだろう。なぜか全てに対してそう思う日が続く。そして月日が流れ、自分が死ねばいいと思うようになっていた。中古の家を住宅ローンで購入。妻と子供二人がいる働き盛りの35歳。自分の仕事に自信が持てず、父親としての自覚も甘い。趣味もなく毎日が単調で面白くない。ほぼ毎日暇さえあれば、死に方を考える。会社では新規訪問で車の移動が多く、カーナビを使う頻度が高い。カーナビといっても最近変えた iPhone の Google マップでの案内だ。その日も iPhone、イカアイちゃんに案内されるままの運転、
トラックが突っ込んできてくれないかな、隕石が俺の車に落ちてこないかな、などと考えながらの運転だった。アイちゃんが案内を続ける。ボン、500メーター先右折です。右折です。そのまましばらく直進です。ボン、Uターンです。ボン、Uターンです。目的地はまだ先のはず。ウィンカーを出し道路脇に車を停車させる。一体俺をどこに誘導するつもりだ？と画面を操作する。すると行き先も到着場所も同じ住所になっていた。こんな住所を設定した覚えはない。誤作動か？今日行く場所は、会社に出る前にパソコンの Google で確認したので場所は覚えてる。しかもこのまま山道をまっすぐ行くだけ。まだ時間も1時間ほど余裕があるし、この住所なら近いと思い、その場所に興味を持ち始め、そのまま愛ちゃんに従うことにした。時間にしたら5分くらい走っただろうか。ボン、次を左折です。舗装もされていない脇道に入るようだ。ボン、100メートル先目的地です。ボン、目的地に到着しました。お疲れ様でした。そこは見覚えのないボロボロの神社だった。周りは鬱蒼とした木々のみで人の参拝もほとんどないのだろう。鳥居の中間にお肉もが立派な巣をこしらえていた。とても不気味で車を降りる気にはなれなかった。目的地が神社ということもあり、何か意味があるのか、悪いものにでも誘われているのか。どちらにせよ立派な雲の巣を壊してまで鳥居をくぐる気にはなれず、その場でタバコに火をつける。ただ虫が苦手なだけなのだが。そして、また死に方を考える。タバコを消し、車を Uターンさせ北道を戻り、本当の目的地へと車を走らせた。何事もなく目的地に到着した。どうやら愛ちゃんは本当に壊れてしまったようだ。目的を果たし外に出ると、辺りはもう薄暗くなっていた。今日のやることは終わった。愛ちゃんで会社に直帰すると伝え車を走らせた。薄暗い山道を下っていると、突然愛ちゃんが。ボン、100メートル先右折です。と告げた。行き先も設定していないのに、おかしい。しかもさっきの細い路地だった。また何か誤作動を起こしたのかとも思ったのだが、正直気になる。意味があるような気がした。路肩に車を止めしばらく悩んだ末に、もう一度行くことにした。なぜかはわからないが行かなければいけないような気がした。ボン、100メートル先目的地です。ほどなくして先ほどの神社の場所に到着した。愛ちゃんから。目的地に到着しました。お疲れ様でした。とアナウンスされない。電源が入っていなかった。なんだか無性に怖くてたまらなくなってしまった。窓の外を見るともう真っ暗で、車のライトで照らされた鳥居だけがフロントガラスから見える。暗くなっているから先ほどよりも一層不気味に感じる。ここまで来たはいいが車から降りる気にはやっぱりなれない。車を Uターンさせようと少し神社の敷地に入り車を動かしていると、視界の隅に人のシルエットを見たような気がして、その方向を向いたが人なんているはずもなく、気のせいだったと安堵していると、助手席のドアがガチャ、と開き。何しにいらっしゃったのですか？びっくりした。心臓が止まるかと思った。そこには白髪の老人が立っていた。どこにでもいそうな普通の服を着た老人だった。見た目は70歳ぐらいだろうか。その老人曰くその神社の管理者らしく、今日はたまたま神社に用事があり来ていたそうだ。自分の愛車の自転車が壊れたので、近くの家まで乗せてくれとも頼まれた。断る間もなくその老人は車に乗ってしまったので、頭真っ白な俺は。あ、はい。としか答えられなかった。老人の家はそこからまだ上に行くとのことなので、また車を Uターンさせ山道を登った。道中またあの質問をされた。それで、あなたは何しにいらっしゃったのですか？老人に対してスマホに誘導されて、なんて言っても多分で終わるだろう。と悩み返答に困っているとまた質問が来た。失礼なこと言うかもしれませんが、もしかして死のうとしてここに来たのですか？死にたいと日頃思っているものの、別にそんな理由で来たのではない。ましてや自分で死ぬ勇気なんてない。またもや返答に困り短く。いや、別に。と小首をかしげ小声で答える。すると老人は深い安堵らしきため息をついてこう言った。昼間も来ていましたよね。その時鳥居をくぐってませんか？どこで見ていたのだろうか？またも短く。ええ？と答えると、
少し先にログハウスのような雰囲気のいい建物が見えてきた。どうやらここが老人の家のようだ。車を家の近くに停め、ここですか？と尋ねるが、質問が宙を飛び老人が話を続ける。そうですか。よかった。その老人は少し安堵するようにため息を吐き、話を続けた。鳥居をくぐってしまうと、帰ってこれないのですよ。ここの神様は良くないものになってしまった。多分あなたも誘われたのでしょう。ゾッとした。雲がいたから入らなかっただけで、もしいなかったら鳥居をくぐっていただろう。家の前に車を止めもう一度。ここですか？と尋ねる。ええ、ありがとうございました。本当に助かりました。実は昼間に来たあなたのことが心配で見に来たのですよ。帰りは何があっても車を止めてはいけませんよ。そう告げると老人は助手席のドアを開け降りていった。車を降りた老人はこちらに振り返り、俺の顔を見た後に後部座席をなぜか見た。そして目を見開き、出てけ。と一括、今までの柔らかい口調ではない乱暴な言葉と、鼓膜が破れそうな大声に体がビクッとなり、運転席側のドアの上についてる取っ手に勢いよくぶつけてしまった。それを見た老人は、いや気にしないでくださいね。と言いドアを閉めた。またもや頭真っ白な放心状態。だがもうここから離れたいと思う気持ちが強く体が勝手に車を発進させた。今日はよく U ターンをする日だとも頭の片隅で思いながら、車の進行方向を変えた時には、もう老人の姿はなかったが気にも留めず来た道を戻る。少しして鳥居が右手に見えてきた。鳥居を見ずに帰ろうと強く思いはしたものの、視界に入ってしまう。無意識にアクセルを強く踏みスピードを速める。鳥居まであと20メートルくらいだろうか、突然黒い何かが鳥居から飛び出してきた。スピードを上げていたため、ブレーキを踏むが止まることもできず、タイヤが、ゴッゴッと鈍い音を出し、ブレーキを踏む足に気持ちの悪い感触が残った。無意識に引いた何かを確認するために車を降りた。すると突然、胸ポケットに入れていた愛ちゃんの無機質な声で、目的地に到着しました。お疲れ様です。とのアナウンスが大音量で流れた。思わずのけぞり腰が抜けてしまった。車を降りたばかりで、運転席のドアにもたれかかるような形になってしまった。目の前の暗闇に浮かび上がる真っ赤な鳥居はとても異様な雰囲気だった。一刻も早くこの場所から離れたかったが体が思うように動かせず、上半身をねじり地面に手をつき、なんとかハイハイの格好になってドアの取っ手に手をかけた。ドアを開ける手のひらにねっとりした液体がついていることに気がつき、泥かと思ったが雨はここ最近降っていない。しかも地面から嘔吐物の匂いがした。暗闇だが車のヘッドライトの明かりが当たりに反射してるので地面がなんとなく見える。地面は前輪のタイヤから真後ろにかけて色の濃さの違う土が筋状に伸びていた。それを目で追っていくと、小動物の死骸がテールランプの赤い光に照らされて横たわっていた。野良猫ぐらいの大きさだったが原型がわからない。かわいそうなことをしてしまったと思っているとどこからか、ザッザ、ザッザ、と継続的な音が聞こえてきた。ドアの取っ手に手をかけた状態で音の出所に目を向けると、鳥居から黒い人のシルエットをしたものが、匍匐前進をするようにまっすぐ死骸に向かってきていた。この世のものではないと思った。そいつは上半身だけしかない。全身に鳥肌が立ち恐怖で動けない。俺と小動物の死骸まで5メートルもないし、音を出すとそいつが俺の方に向かってきそうで目が離せない。とうとうそいつは小動物の死骸までたどり着くと、勢いよく掴み音を立てながら食い出した。股間が熱くなり失禁したことに気づき、逃げなければ殺される。不意に頭の中にその言葉が連呼する。そいつは食うことに夢中の今しかない。そう思いドアの取っ手を勢いよく引いた。想像ではそのまま一気に車に乗り込んでドアを閉める構図だったが、恐怖で全身に力が入りすぎていて行動が遅く、しかもうまく車に乗り込めない。もたもたしていると、そいつがこちらに振り返り、そして、ザ、ザッザッザッザ、とさっきより速いスピードでこちらに向かってきた。なんとか車に乗り込みドアを閉める瞬間にそいつが見えた。ドアが閉まる一瞬がとても長く思えた。ギアをドライブに入れアクセルを全開まで踏みその場を離れた。心臓のバクバクする音がだんだんと収まってきた。
と同時に全身が震え出したその時、愛ちゃんのアナウンスが流れた。ポン、目的地まで50メートルです。え？ポン、目的地まで30メートルです。どこが目的地？ポン、目的地まで5メートルです。国道までなのか、とも思ったがまだ先のようだ。サイドミラーに何か映ったような気がした。耳元で。死にたいのだろ。と聞こえた。ポン、目的地に到着しました。お疲れ様でした。私が中学1年生の時の話。私には仲が良かった友達 A がいて、毎日遊んでた。家も近かったから家族ぐるみの付き合いで、休みの日はみんなで集まってバーベキューをやったりしてた。私は小さい時にお母さんが病気で亡くなってしまっていて、お父さんしかいないから、A のお母さんは私を本当の娘のように可愛がってくれてた。そんなある日、A 母から電話がかかってきて A が行方不明になったと伝えられた。警察にも学校にも連絡したけど見つからないらしい。行方不明になった当日私は A と一緒に帰ってて、A 母にその日、何か変わったことがなかったかと聞かれたので、何も変わらないいつも通りの帰り道だったと伝えた。私もすごい心配で、よく一緒に遊ぶ公園とか川沿いとか探したけど見つからなかった。その3日後、学校の裏山から死体が発見された。後々ニュースで知ってわかったんだけど、死体は頭と手足が切り取られていて、胴体だけだったらしい。解剖の結果それが A だと判明した。自分のすぐ近くの、しかも一番仲が良かった友達がそんなことになったと知った私は、悲しみと恐怖で学校に行けなくなり、しばらく引きこもってずっと泣いてた。その後その事件はかなり大騒ぎになった。事件から3日目の夜、私が寝ていると玄関のドアを叩く音で目が覚めた。時間は夜中の1時ぐらいだったので、気のせいかと思いもう一度寝ようと目を閉じると。また聞からない音で確かに誰かがドアをノックしている。怖くなったので私は隣の部屋にいるお父さんのところに早足で向かった。父も起きていたようで布団にくるまり何やらブルブル震えている。音に気づいているようだ。ねえ、と話しかけたんだけど反応がない。繰り返し。ねえ、誰か来たみたいだよ。と私が言うと。明日もお父さんは早いんだから、今日はしなくていいから部屋に戻って寝てなさい。って怒られた。寝ぼけてるの？わけがわからないまま部屋に戻ったんだけど、その日は朝方までずっとその音が鳴ってて、結局一睡もできなかった。朝、お父さんにもう一度昨日のことを話すと、昨日の夜は何もなかったと言われ、逆に不思議がられるような感じで仕事に行ってしまった。そして、その日の夜も同じくらいの時間にその音は鳴り出した。私は怖くて頭まで布団をかぶり震えていた。すると聞き覚えのある声で私の名前を呼ばれたような気がした。なぜかすぐに声の正体が頭に浮かんだんだけど、そんなはずはない。ただの空耳だって思い込もうとした。でも今度はもっとはっきりと、窓のすぐ外から呼ばれた。A の声だ。私は怖くて仕方なかったけど、A ともう一度話がしたくて。A ちゃんなの？今どこにいるの？って聞いた。なんて、て、たの。まるで途切れたラジオみたいに雑音が入り聞き取れない。それっきりその日 A の声は聞こえなくなった。でも、次の日も A の声は聞こえた。だんだん言ってる言葉が鮮明になっていき、ついに聞き取ることができた。なんで助けてくれなかったの？私はもう友達を思う気持ちより恐怖心の方が大きくなってしまい。もう来ないで。知らなかったんだから助けられないじゃない。と叫んだ。次の瞬間窓が割れるくらいの勢いでドンと音がして耳元で。嘘つき。このままだと〇〇ちゃん、死ぬよ。と言われた。その後私は気を失ったのか眠ったかわからないけど、気がつくと朝になってた。昨日の夜のことが夢だったのか現実なのか気になった私は、外に出て恐る恐る窓の近くを調べてみた。でも特に変わったことはなかった。あの事件以来私はずっと家の中に引きこもってる。もしかしたら事件のショックで、頭がおかしくなって聞こえるはずがない声や音が聞こえてしまってるのかもしれない。
そう思った私は少し家の周りを散歩してみることにした。すると、向こう側から見慣れた犬が歩いてくる。A の家の犬だ。私の住んでるところはそこそこの都会だったので、犬を放し飼いにするなんてことはまずなく、きっと逃げ出してきたんだって思った。このまま放っておくわけにはいかないと思ったんだけど、私は犬が苦手で、嫌いとかじゃなくて怖くて触れない、捕まえることができず、ただただ後をついていくことしかできなかった。犬はどんどん歩いていき、やがて私の家のすぐ真裏にある小さい倉庫の前で足を止めた。私がキョトンと立ち止まっているとこっちを振り返り、まるで早く来いって言ってるかのように見つめてくる。仕方なく近づくと犬が倉庫の前で吠え始めた。ここを開けろってことらしい。なんとなく嫌な予感がした。私が開けるのをためらっていると、犬が私に牙を剥き出しにし威嚇し出した。私はこのままだと噛まれる、と思い、扉を開けようとしたんだけど、鍵がかかっているようで開かない。周りを見ると遠くで誰かがこっちを見ていた。このままだと泥棒と勘違いされると思った私は、その場を立ち去ろうとすると突然。塗装庫を内側から思いっきり叩く音がして、私は慌てて逃げ出した。何だったの今の？まさか。まさか。最悪のことが頭をよぎる。そしてその日の夜も A の声が聞こえて、私は家にいるのが嫌になった。かといって学校にも行く気にもなれず、日中は外をただふらふらと歩くことが多くなった。私があてもなく近所をふらふら歩いていると、前から知らないおばさんが歩いてきて、私の顔を見るや否やハッとした表情を浮かべて、私の背後の何もない空間をずっと見つめてる。気味が悪かったので無視していこうとすると、いきなり肩をつかまれ。このままじゃダメ。もう逃げることをやめなさい。と言われた。全く意味がわからず、唖然としていると急に胸が苦しくなって、頭が内側からガンガン叩かれるように痛くなってうずくまってしまった。おばさんはそんな私を見て、もし助けが必要になったらここに来なさい。とメモを私どこかに言ってしまった。メモを見ると知らない住所と地図が書かれている。家の隣の地名で歩いてすぐのところ。迷わず行くことができそう。私は直感で、この人ならどうにかしてくれるかもしれないって思ったけど、会ったばかりの知らないおばさんのところに行く気にはなれず、その日はそのまま家に帰った。家に帰るとお父さんが夕食の準備をしている。お父さんはお母さんが亡くなってから毎日欠かさずご飯を作ってくれる、優しくて頼りになるお父さんだ。突然また急に頭が痛くなり部屋に戻って横になった。そのままぼーっとしていると、なんだか急に眠くなってきてそのまま寝てしまった。夢を見た。いつも見る夢だ。お父さんとお母さんと私で手をつないで楽しそうに笑ってる私がいる。優しくて大好きなお母さんに抱きついて、心置きなく甘えてる。私の記憶の中で一番幸せだった頃の夢。いつもはここで目が覚めるか、違う夢になってしまう。でもこの日は違った。私がお母さんに甘えていると、突然お母さんの顔が腫れ上がり口から血を吐き出した。私は必死に、お母さん大丈夫、お母さん、と呼びかけている。お母さんはうずくまり、お願い、この子だけは、と繰り返すだけで、私の呼びかけに答えてくれない。次の瞬間、黒いバットのようなものがお母さんに直撃しその場に倒れ込んで動かなくなった。そこで目が覚めた私の目からは大粒の涙がこぼれていた。私が起きたのに気づいたのか、お父さんが、ご飯できたぞ、って声をかけてきた。私はお父さんの作るご飯が大好きだったので、そんな夢のことは忘れようとリビングに向かう。そこには私の大好きなクリームシチューとエビフライが並んでいて、今日は給料日だからお前の好きなのばっかだぞ。好きなだけ食べていいぞ、と言ってくれた。最近私が元気ないのを悟って気を使ってくれてるような感じがして、私は嬉しくて、あの事件以来初めてお腹いっぱいご飯を食べた。その夜午前1時。また玄関をノックする音が聞こえてくる。私はとっさに布団に潜り込んだ。しばらくして気がついた。これ、本当に玄関から聞こえてるの？よく耳を澄ませて聞いてみると、木でできた玄関のドアの音というより、金属のドアをノックする音に聞こえる。金属。家にそんなドアあったかな？
金属の扉を思いっきり叩く音がする。その音の方角から、私はその音がどこから聞こえるのか分かってしまった。倉庫だ。ますます怖くなり、歯を食いしばって手を思いっきり握りしめていると。倉庫が開いた音がした。とっさにヤバいって思った私は部屋を飛び出し、さらに玄関を開けて外に飛び出してた。倉庫の方は絶対に見ちゃダメ。絶対にダメ。と自分に言い聞かせ走り去ろうとしたんだけど、一瞬不意に倉庫を見てしまう。そこにはゴロゴロと転がりながらこっちに向かってくる A の頭部があった。私はひいーいと規制を上げとにかく全速力で走り続け、5分くらい走ったところでさすがに息が切れて歩き始めた。後ろを振り返っても追いかけてきてはいないよ。これからどうしよう。さすがにあの家に戻る気になれない。しばらく途方に暮れてたんだけど、私は道で声をかけられたおばさんを思い出した。偶然にも今いる場所はおばさんからもらった地図のすぐ近くだった。さすがにこんな深夜に行っても怒られて追い返されるかなって思ったんだけど、外にいるのも怖いしかと言って家にも戻れないので、一か八かおばさんを訪ねてみることにした。地図の場所に行くと、そこにはごく普通の一軒家が建っている。深夜にピンポンを押すのは気が引けたんだけど、私はすがる思いでチャイムを押した。深夜の人気がない街にチャイムの音が鳴り響く。一分くらい待っても反応がないのでもう一度押そうとした時、玄関が開いた。そこにはあのおばさんがいて、ちょっとびっくりしたような顔をしていたんだけど、私の表情を見て何かを察したのか、心よく家の中に招き入れてくれた。部屋に入ると外観のモダンな雰囲気と打って変わって、まるでお寺のような内装だ。部屋中にお線香の香りがして、何かちょっとほっとしたのを覚えてる。一番奥の部屋に案内されると、おばさんと向き合うように座らされた。よく来たね。道迷わなかったかい？こんな深夜に押しかけたのにもかかわらず、おばさんはすごく優しく接してくれた。私は友達が亡くなったこと、声や音が聞こえたこと、倉庫のこと、さっき見た A の首のこと、すべてを余すことなくおばさんに話した。おばさんは驚きもせずただうなずき、私の話を最後まで聞いた後こう言った。友達はあなたに気づいてほしいんだよ。あなたが苦しまないように。それはどういうこと？あなたはまだ気がついてないみたいだね。無理もない。私の頭の中にハテナマークがたくさん浮かんだ。今からすることはあなたにとってすごく辛いことだけど耐えられるかい？それを耐えられれば全ての意味がわかるよ。というより、あなたは知っているはずだから。かなり意味深な言葉に聞こえたが全く理解できなかった。と同時にまた頭を内側からガンガン叩かれてるような感じで激痛が走る。大丈夫かい？無理しなくていいんだよ。私はなぜかわからないけど突然震えが止まらなくなった。でもこのまま何もしないで帰っても、また同じ恐怖を繰り返さなければならないと考えたら、おばさんにお願いすることに迷いはなくなった。最後にもう一度だけ聞くよ。あなたは一生立ち直れなくなるかもしれない。人格が崩壊して廃人のようになってしまうかもしれない。それでも本当にいいんだね。はい。もう半分投げやりだった。おばさんはすっと立ち上がり、私の前に黒い石のような塊を置いた。じゃあ始めるよ。あなたの名前は？〇〇。あなたの年齢は？13歳。好きな食べ物は？クリームシチューにエビフライ。こんななんでもない質問がしばらく続いたので、正直何がしたいのか理解できなかった。あなたのこの世で一番好きなものは？私は最初なかなか思いつかなかったけどお母さんと答えた。お母さんは今いくつ？お母さんはもう亡くなってしまいました。お母さんはいつ亡くなりましたか？私が8歳の時なので、5年前です。この時、正直こんなこと聞くなんてデリカシーのない人だなぁと思った。お母さんはなんで亡くなったの？お父さんから病気って聞いてるよ。最後の方は体調が悪くて会うこともできなくて、そのまま会えずに死んじゃった。今お母さんと一度だけ話ができるとしたら、あなたは何を話しますか？このあたりからなぜか涙が出てきた。ごめんなさいって。助けられなくてごめんなさいって言いたい。なんであなたが謝るの？お母さんは病気で亡くなったなら悪いのはその病気ではない？違う。そうじゃない。
ごめんなさいごめんなさい。何かわからないけど頭が混乱してきてた。質問を変えます。お父さんは好きですか？もちろんお父さんも大好き。それはなぜ？お父さんはお母さんが亡くなってから私のために働いて、疲れてるのに毎日ご飯作ってくれていろいろ私のためにしてくれるの。お父さんはお風呂が好きですか？いきなり質問の内容が変わって不思議だったけど、この質問をされた時、私はなぜか心臓の鼓動が自分でもわかるくらい速くなってた。好きだと思うけど、なんで？お父さんはどこから体を洗いますか？右手だと思います。なんで？お父さんは湯船の中でどんな顔をしていましたか？私の疑問には答えようとせず、ひたすら質問をしてくる。わからない。あなたはいくつまでお父さんとお風呂に入ってましたか？その質問をされたとき、私は思わず叫んだ。いやあ。大丈夫かい？少し休む？ごめんなさい。大丈夫だから続けて。無理はしないでね。じゃあ続けます。さっきの質問答えられる？赤ちゃんの時は入ってたかもしれないけど、物心ついてからお父さんとお風呂に入ったことなんてないよ。そうだよね。女の子だもん恥ずかしいよね。うん？なぜだろう。胸のあたりがそわそわして落ち着かない。でもおかしくない？何が？なんでお父さんが右手から洗うことを知ってるの？背中から汗がにじみ出てくるのがわかった。ダメ。絶対にダメ。これ以上その理由を思い出したらダメ。まるで私の中の私が話しかけてくるような感覚に陥る。お父さんが右手から洗うとこを見たことあるから。一度だけ見たのかい？一度見ただけでお父さんが右手から洗うことを覚えたの？だから違うって。なぜか急に大声を出してしまった。もうわけがわからない。おばさんはさすがに見てられなくなったのか、質問を変えた。大好きなお母さんが亡くなってからあなたは落ち込んだ？すごい落ち込んだと思うよ。そう、今はもう平気？もう何年も前のことだし、生きてた頃のお母さんを思い出して悲しくなることもあるけど、今は平気だよ。お母さんが亡くなった日は悲しかった？なんでだろう。お母さんが亡くなった日、自分がどこで何をしてたのか全く思い出せない。うん。もちろんその日は悲しくてずっと泣いてたよ。おばさんの眉毛がピクリと動く。その時お父さんは泣いてた？お父さんはいなかったよ。お母さんが亡くなった日、お父さんはお母さんに会いに来なかったの？正直私はわからなかった。その日の出来事が記憶から抜け落ちていた。私が黙っているとおばさんが衝撃的な質問をしてきた。あなたとお母さんはなんでお父さんから逃げてたの？思わず、は？と言ってしまった。でもその時自分の意思とは違うんだけど、確かに自分の声で。怖かった。と言っていた。え？何？って感じで自分の言ったことに驚いてる私を見て、おばさんは質問を続けた。なんで怖かったの？いつも怒ってた。いつもお母さんが泣いてた。私はもう訳がわからなかった。自分の全く記憶にないことを、無意識に自分の口から発している。お母さんはなんで泣いてたの？お父さんが殴るの。お母さんを殴って私もぶつの。なぜか自分が子供に戻ったような話し方になっている。お母さんはその時あなたを連れて逃げたの？うん。お母さんと一緒に海に行ったの。海でお母さんはなんて言ってた？ごめんねごめんねって謝ってたよ。私はなんで謝るのって聞いたらね、もう会えないって言ったの。どうして会えないの？お母さんは海に歩いて行ってそれで私もついて行ったの。でもここで待っててって言われたの。私ちゃんと待ってたよ。その後お母さんは戻ってきた？戻ってこなかった。ずっとずっと待ってたよ。私ちゃんと待ってたよ。そう。きっとお母さんはお空に行ったんだね。その時私は正気に戻り、次の瞬間声を出して泣き出した。そしてその後どうなったのか、思い出した。思い出してしまった。その後お父さんが車で来て、お母さんはどうしたって聞かれた。私が海の方に歩いて行って戻ってこないって言うと、お父さんはバカな女だって、言って。私を車に乗せて、家に帰った。
声が震えてうまく喋れない。その後お父さんと二人だけの生活が始まったんだね。うん。お父さんはあなたをまた殴った？お父さんは殴らなかった。お母さんが死んでから私を一度も殴らなかったよ。お父さんはあなたに優しくなったの？あなたに何かしてくれた？お父さんはお母さんの代わりに私のご飯を作ったりいろいろ面倒見てくれるようになった。その代わり。その代わり？ダメ。ここから先はダメ。頭の内側からガンガン叩かれてる感じがする。その代わりお父さんは、優しくしてくれる代わりによる、私の部屋に来て。その時おばさんが急に立ち上がり、私をぎゅーって抱きしめた。私はおばさんに顔をうずめて声を出して泣いた。もう全部思い出してた。それから1時間くらい泣いた後、私は落ち着きを取り戻した。そして一番疑問に思ってたことをおばさんに投げかけた。おばさんはまるで私の過去を全部知ってるみたいだったけどなんで？そんなことはないよ。でもあなたが何かしらの辛い過去を持ってて、それを押し殺してることは分かったよ。いや、教えてくれたんだよ。教えてくれた？一体誰に？昨日私と出会った時、あなたと一緒にいたお友達だよ。え、あの時私は一人だったけど。そんなことはないよ。確かにあなたと一緒にいたよ。どうやらこの人は見える人のようだ。A は私のこと何か言ってた？私怖くてひどいこと言ったし、絶対怒ってるよね。A ちゃんって言うんだね。そんなことないよ。あなたのことをすごい心配してたよ。あなたがひどい目に遭わないように私に助けを求めてきたの。嘘。だって私、友達なのに怖いからってもう来ないでって言ったり、逃げたりしてて。A ちゃんはそんなこと怒ってないよ。大丈夫信じて。わかった。でも私がひどい目に遭うって？まだ、思い出せないかい？え？ドキドキしていた。ここに来てから何度も胸を打ち砕かれるような辛い思いをしたけど、そんなことじゃない。いや、それどころじゃない。私はそれも忘れようとしていた。あまりにも辛くて、あまりにも耐え難くて。そう、私は知っていた。あなたがさらわれ家に連れ去られたことを。あなたの服を剥ぎ押さえつけ両塾の限りを尽くしたことを。私は見ていた。あなたの首を絞め殺害する瞬間を。あなたを切り刻み至るところに放置したことを。私はその場で泣き崩れ、A に謝り続けた。怖かったからとはいえ A を見殺しにしたこと。そして一瞬でもこれで父から逃れられると思ってしまったことを。朝になるまでずっと謝り続けた。次の日家に帰ると、倉庫の周りにたくさんの警察が来ている。案の定倉庫の中から腐敗した A の頭部が発見されたようだ。後から聞いた話なんだけど、父は自ら警察に実施したらしい。警察がなんでいきなりあっさり実施したのか尋ねると、毎晩バラバラになった A の霊が現れ、その恐ろしい姿に耐えられなかったらしい。私は最後にパトカーに乗せられる父を遠目から見ていた。そのそばには、父にまつわりつきながらこちらに手を振る A の姿があった。ご視聴ありがとうございました。今回はこれで終わりとなります。また近々お会いしましょう。おやすま。